エクスプリットブロードキャスターはスプリットミディラブスリミテッド社により開発されたストリーミング及びミキシングアプリケーションである。エクスプリットは様々なメディアソースの間で映像の切り替えを可能にするビデオミキサーとしての機能を持つ。エクスプリットの歴史はスプリットミディラブスリミテッド社がハマライフラブス社と合併した2009年から始まる。当初の機能は スクリーンキャプチャ向けのものであったが、やがて、ライブストリーミング向けのものへと変化していった。2010年12月、エクスプリットはパブリックベータ版に移行すると発表した。この時ユーザーから集めたフィードバック情報により、製品の機能は充実したものとなり、広く人気のあるアプリケーションとなった。また、チームリキッドなどの人気のあるゲーミングメッセージボードで言及されたことも、 開発の助けとなった。2012年4月、パブリックベータ版の評価が正式に終わり、ついにエクスプリット1.0がリリースされると発表された。このリリースで新しい販売形態トライセンスを持たないという条件が明らかになり様々な反応を引き起こした。エクスプリット1.1をリリースする少し前の時期に、スプリットミディラブス社とアバーメディア社の間で、 パートナーシップの合意が発表された。この合意の内容は、ライブゲーマー HDC985 キャプチャー、カードに付属されるエクスプリットプレミアム3ヶ月ライセンスのことが中心となった。2012年8月、エクスプリット1.1がリリースされた。この時、それ以前のバージョンで報告されていたバグが修正され、ほとんどの機能拡張が盛り込まれた。 しかし、新しい機能の一部については、優勝となることが公表された。2013年1月、エクスプリット1.2がリリースされた。このアップデートでは、パフォーマンスの向上とエルガートゲームキャプチャー HD の、ような新しいハードウェアへのサポートが追加された。ありがとうございます。